海と日本プロジェクト in 福井。福井県小浜市にある八代海水浴場。こんにちは、福井テレビの佐々木です。よろしくお願いします。佐藤です、よろしくお願いします。マリンアクティビティのインストラクター佐藤義和さんです。海で溺れかけた時の対策として、日本水難救済会が推奨しているイカ泳ぎについて教えてもらいます。実演をお願いします。はい、いただきます。はい、本当に浮かんでる感じですね。力は入れてないんですか？そうですね、浮かぶような感じで手と足を、はい。イカ泳ぎは波や流れがある海でも口や鼻に水が入るのを防ぐメリットがあります。体感としてはどうですか？1分、2分、3分とか、はい、まあ、割と近くに人がいて助けていただけるような環境であれば十分持つと思います。佐々木アナもイカ泳ぎに挑戦です。まず服が重いので、まず浮くので意外とやっとです。ちょっとね、はい、ゆっくりとこう背中を空気入れて、はい、佐藤さんのアドバイスを受け徐々に上達。ちゃんとイカが泳いでます手も足もバタバタやっちゃうと、もうどんどんそれで逆に溺れていっちゃうというか沈んでいっちゃう感じがあって、溺れた時には特に焦るんですけど、一番は落ち着いてっていうのが大事だと思いますし、はいはい、海のレジャーのシーズンですが、どんな風に楽しんでほしいという思いありますか？安全対策、ライフジャケット安全対策もしっかりとして、そして熱中症対策、そのあたりもしていただくと楽しんでいただけると思います。一方、こちらは小児科が専門の坂本雅彦医師。子どもは静かに溺れるとして注意を呼びかけています。呼吸に精一杯なのでですね、助けてというふうに声を上げるということもできない、バシャバシャすることもないですし、結果として静かに沈んでいくことが多いと。さらに大人が一緒にいても溺れるケースが2割ほどあるとして、工夫して見守るよう訴えています。大人が複数いるとですね、誰かが見てるかなということで、結果的に誰も見てないと、チェックするエリアをですね、分けて、そのエリアのは徹底してみるなどですね、そういう質の向上とか、定期的にですね、こう動いてなるべく死角をなくすようにですね、監視の仕方というのもですね、やはり一つ大事なのかなと。海と日本。Facebook、X、Instagram のチャンネル登録お願いします。